サタデーバンドフィーバー。午後1時10分を回りました。本日もタマプラザテラス内 FM サルースイッツコムスタジオより生放送でお届けしています。皆さん、ミュージックライフエンジョイしてますか？サタデーバンドフィーバーはあなたと音楽をコネクトをテーマに、毎回素敵なアーティストをゲストにお招きして、最新のホットな音楽情報などをクスッと笑える小ネタもたまに交えながら皆様にお届けしていく番組です。はい、さて本日のお昼を盛り上げていくのはこのメンバー、ガールズボーカルユニットロドのメンバー星住美花と、自己肯定感アップアップ、自己肯定感高い系芸人谷尾くんです。そして、はい、お笑いコンビノンカロリーの尾形と田中です。はい、お願いします。お願いします。個性豊かな4人で盛り上げていきます。イエーイ、お願いします。お願いします。もうね、早くもゲストさんのファンの方が盛り上がってくださってますね。ファンの方すごい、 T シャツとかもすごい、あら、いいですね。 T シャツとか U T シャツ、はい、これだから今日見に来てくれてる人はみんな自己肯定感高めの人、高いですよね。朝早くから来てくださってありがとうございます、うん、ご家族の方もねいらっしゃって、いらっしゃるね、ありがとう、嬉しい、ね、また後でねゲストの登場楽しみにしていただきたいです。はい、はい、では梅雨がね、うん、入りましたけども、梅雨入っちゃって、梅雨が入っちゃった、梅雨がね梅雨が入ってきました。そうですね、うん、梅雨ですよ。もうだって前回の放送の時、僕らの放送の時、うん、めちゃくちゃ雨やばかったですよね、うん、あ、そうでしたっけ。確か先週、そう、先週6月頭はちょっとやばかったね。そうで、あ、違う、台風明けだったんですよ、うん、前回の放送は。明けたのか。そうそう、で皆さん遅延したりしてましたよね。そう、 MC4 人中3人がすいません遅れますって、うん、みんなで逆に1人なんで遅れなかったの私そう、星住さんだけ、私何も影響なかったですいや、そういうの影響されないタイプ、電車使わないタイプだもんねそういうタイプ、そういうタイプ、うん、なるほどね。もっと遅れるだろ走ってく瞬足なら瞬足瞬足。でも梅雨が明けたんですかね。まだ明けてないのか。え、まだまだまだですよ。いや絶賛でしょ、もう、うん、だってめちゃくちゃ梅雨明けみたいな天気ですよ。この 2,3 日だけめちゃめちゃ快晴って聞きましたね。そうなんだ、 2,3 日だけ、うん、あ、そうなんだ。今日ね最高気温も30度超えるとこが多かったりとかしてね、真夏日ですよ、うんうん、だからお出かけの際は、ね、水分補給とかご注意していただきたいです ね帽子とかしっかりかぶってね、うんうん、本当に日焼けしないと熱中症になりますからね、うん、なんか日焼けしないと日焼けしないとこういう時のさおすすめの飲み物とかあるんですか。なんかみん なんかありますよ。ソルティーライチとか。あ、ソルティーライチ。ソルティーライチ、ソルティーライチ美味しいね。美味しいです、なんかおすすめさんあるんですか。あ、水。水。全人類そうじゃん。いやいやいや、なあね。全人類そうです。全世界で一番飲まれてるから水が。そりゃそうでしょ。水なんだから。そうか、水かやっぱり結局。水ですよ。でもやっぱ塩分の、ね、補給も大事ですからね、うん、30度だからって舐めてたらダメなんですよね、うん、北海道とかって30度超えるぐらいなんつって、真夏って、うん、それでも熱中症でこう亡くなる方とかいるらしいんで、そうなんですか。そうなんですね。舐めてたらダメらしいです、だって最近ね体育の授業とかでも運ばれたりしてますもんね、うん、熱中症で。あ、そうよくある、よくある、うん、でも今泣き声みたいな新種のウサギ、ところどころ野生の星住さんが現れたたまに泣いてくれるんだね。そうたまにね、うん、気をつけてくださいね皆さん。本当になんか気象の研究されてる方とお話ししてこないだ、うん、どういう状況なの私の持論があって、はい、梅雨にあんまり雨降らないと、うん、7月8月の雨の量がやばいから、なるほどね。なんか雨降る量って決まってて、はい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 、だからその梅雨で降ってくれないと7月8月でいっぱい降るっていうイメージがあったんですけど、やっぱ うん、そういう傾向あるらしくて、うん、6、7、8月の雨量って大体毎年一緒で、うん、だから梅雨で結構降らないとやっぱ台風とかね7月8月でバーってなるほどっていう感じらしくて、で今年の梅雨はどうなんですかって聞いたら、今年の梅雨はまあ近年では降ってる方らしいです。そうだから7月8月あんま降らないのかなと思いきや、今、うん、エルニーニョ現象が起こってるから、はいはいはい、海面の水温が上がってる、そうするとなんか海面の水分が蒸発して雨が降りやすくなる、だから台風もちょっと強めのが来るかもねって聞きました。へえ、台風嫌ですよね。女性梅雨と台風嫌じゃないですか。まあ髪型とかね。まあね。そうしたのにだと思う。そのなんか、うん、耳はなんか弱いとかあるんですか、その。耳強いです。あ、強い、耳強い。あ、じゃあ得意じゃん。お前耳弱いか？俺弱い。俺なんかシワシワになっちゃう。シワシワになっちゃうから。によって変わる。そうかせんべいみたいになっちゃうから。
草加せんべいって何、草加せんべい濡れせんべい、濡れせんべいみたいな、濡れせんべいね、耳がなんかちょっと水餃子みたいになって、俺どんどん違うのが出てくるいっぱい水餃子ね自分の耳適当に喋んない、自由な時間じゃない、自由な時間じゃないですよ。とりあえず私の耳は濡れても、うん、まあ、ピンピンですね、うん、濡れても可愛い、うん、いつも可愛い、ねね、自己肯定感高いですから自己肯定感が現れないレベルを表してると思いますよ、立ち具合が、うん、そう、怒られた後はこうなってると思う、あ、怒られた、可愛い、あ、すごい、うん、じゃあかそう、変わるんですか、今後一回怒ってみましょう、その時のこれ、うん、確かに、なんか確かに機嫌によって変わりそうだよ、そう、うん、そういう時はみんなちゃんと励ましてね、わかりました、頑張って、星出口さんのすごいですね、つけ耳の角度が変わる、つけ耳って言っていいの、これつけ耳って言っていいの、違う言っていいのかな、違うでしょ、なんかさ耳の角度が変わるんですね打ち合わせでジューンブライドがどうのこうのみたいなね、お話も出てましたけど、あ、まあまあ時期的に6月はそういう風に言われるんでね、うん、ご結婚だったりとか婚約とかあって、ね、そうですね、うん、そこに合わせての人とかも全然いると思うんですけど、まだあるんですか、そのジューンブライドっていうその文化は、概念はいや、あるんじゃないと、なんかジューンブライドってヨーロッパのあれらしいですね、うん、概念みたいな、でもほら日本ってさ、その海外の文化大好きじゃん基本的に、うん、ね、クリスマスとかもそうだけどさ、全部取り入れるから、うん、そう、まあ、海外は6月梅雨じゃないですもんね、うん、そうなんですよ、梅雨じゃないからね、でも日本梅雨なんでだからジューンブライドっていうのが流行ったらラッキーですよね、式場の方は、あ、それはあるかも、忙しくなるから ね、当たり方が少なかったりすると、がっぽりって言っていい、うん、そう、がっぽり入ってくる幸せもお金もいっぱい ね、入ってくるね、結局お金が幸せだから ね違うよ、やけしすぎなんですよみんなの幸せが私の幸せでしょ、あ、いや、うん、そうなんだ、みんなのお金は俺のお金じゃなくて違うよ、お金と幸せってイコールじゃないですからみんなのお金でね、どんどん耳アップグレードしていくから、多分そうそう、私もそうでいくから、そのうちこうやってアップグレードするんですね、それそう、変わってくる、うん、そんな感じでね、はい、今日も頑張っていきましょうお願いします、はい、いいね、それではここから MC 陣のコーナーに行きたいと思います、よっしゃ、来た、まず最初は、うん、星ずみみはなの気になる男女関係のコーナー、イエーイ、ありがとうございます、このコーナーは男女問題や男女の疑問について、MC 陣に意見を聞いていきたいと思ってます、うん、昼の時間に今日のね、テーマは、うん、告白の上手な断り方、断り方、なんか、ジュンブライドね振り聞いてんね関係を壊したくないけど告白されちゃって、うん、ちょっといい感じに断りたいなっていう時、うん、はい、なんて答える、いい質問ですねこれは、あ、こっち側ってでもそもそもさ、なんか告白って、うん、まあこれは別にそんな固まってる決まってるわけじゃないけど、うんうん、男性が告ってなんぼだったりとかするじゃない、だ受け手になることってあんまりないんじゃない、まあうん、あるの、ありますよ全然、あるある、田中さんは自信満々にあるって、え今まで結構まあゼロですね、あ、ゼロかい、何数えてたんだろう、今何数えてたの、頑張れ田中さん、え、なんかでもさ、尾形くさんとかちょっとモテそうなオーラ、確かに、あ、でも僕だから発信する側の方がやっぱりね、やりたいから、なるほど、そうそうそう、基本的には告白はする側の方が多いですね、いや、逆っすね、告白される側が多い、ね、いつもさ逆のこと言いますよね、尾形くさんは、うん、全部断れないんですよ、え、じゃ全部濁すんですよ、あ、濁すの、その濁し方を聞きたい、そう、うん、だからまあ今の時期で言ったら、うん、あ、ちょっとごめん、雨強いから、うんうん、また今度ふざけてるじゃん時期によって言ってるじゃんそうだね、雨強いから、あ、でもなんかあの、うん、カレンダーを確認して、うん、あ、ごめん、今日土曜日だよね、うん、火曜日の14時だったら空いてたわとかマジっすか、告白のタイミング的に最低でしょ、いや、告白のタスクを入れるそのね、あの時間あ今ちょっと忙しいから、あ、ごめんなさいみたいな、そうそうそう、え、それでちゃんと諦めてくれるんですか、いや、ビンタされて終わりますよ、うん、そりゃそうでしょ、そうそうそう、諦められる、だからなんか前回のサタバの時になんかビンタされるどうのこうのみたいなやつやったから、はい、俺あの、うん、リスナーとして見てて、うん、あ、めっちゃあるんだけどなここに聞くべきだった、そうそう、俺めっちゃビンタされたことあるんだけどなとかって思いながら、ありそう、そんな断り方してたらされるでしょ、ね、逆にでも自己肯定感はさ、うん、あれだよね、自己肯定感って言われてる、谷尾くんっていう名前ですか、谷尾くんありそうだよね、なんかその、僕も告白された経験何回かありますよ、あるか、何断ったこともあるんですか、断ったことね、うん、ないんですよ、仲間よ、全部 OK、 合計なの僕
でもちゃんと時期は違う時だから。かぶった場合どうするんですか。そうそうそう、かぶった場合はやっぱ断るけど、うん、でなったらどう断るんですか。断り方ですか、うんうん、彼女が怒っちゃうからとか、彼女の責任にする、ね、いや責任するっていうその悪い言い方やめてほしい。俺谷尾くんの断り方一個分かりました。あ、何ですか。いやこれ以上モテたら自己肯定感上がりまくるんで無理ですって言えるみたいな。あーなるほどね。これどうです。え、今ネタを提供してるの。え、断り方めっちゃいいじゃないですか。ね、これ上げたらもうネタにもならなくなるから、うん、ごめんなさいっていう。なるほど、自己肯定感上がりすぎるから。あ、それはでも向こう納得しないでしょうね。しないでしょうね。おかたくさんの理由も納得できてないからね。全然もう納得してよ。おかたくさん別に上手じゃないからな。その場しのぎのね。その場しのぎ。何人の女の子のフォローしてきたかこっちが、ね。え、田中さんがするの？その場合。そう、うん、泣いてる。なんかね、その時にね、なぜか近くにいるんですよ、ね。近くにいるんですか。そう近くにいることが多い状況的に。おかたくさんがいて田中さんが近くにこうやっているところに女の子が好きですって言いに行くの。そうそう。どういう状況なのそれ。なんで俺に告白してくれへんの。わかんない。それはもうなんか選ばれし者だよね。もうそうだね。選ばれし者。じゃあ告白されてる最中に岡田さんと入れ替わったらいいじゃん、田中さん。あ、なるほどね。いや、モテなさすぎて受けちゃう。あ、いいですって言っちゃう。あのいいじゃないですか。君の名はみたいなパターン。申し訳ない。断る概念がない。いや、わかる。あ、でもそうだよ。結局断る概念ない。うん、あの、ないの？あの、女性の皆さん、あの、告白されたら僕ら誰とでも付き合いますんで、うん、違う、うん、違うよ、そう違う、よくないよ。はい、じゃあ私調べました。上手な告白の方、ありがたい。はい、あのね、うん、まあ、男性が女性への断り方、はい、いい例、1、僕にはもったいない素敵な人だから。2、君にはもっと素敵な人がいるよ。いやいやいや、さあこれからも頼れる友達でいてほしい。4、彼女がいるんだよねって嘘をつく、うん、はい、これが男性か女性の断り方。いやー、どうですかね。誰が判断したんですか。女の子の考えで OK って言われたのか、男の中でこれがいいよねって言われてるのか、うん、多分なんかネットの記事書いてる人が頭の中で考えてる。いやいやいや、そんな信用してダメですよ。なんか俺僕よりいい人がいるよとかって、そう、いや私が選んでそう否定したら私の考えを否定することになるよって、うん、そう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 。まあ次行くね。女性が男性の断り方ね。はい、気持ちは1、気持ちは嬉しい、うん、2、いい友達でいさせてほしい、うん、3、今は恋愛のことが考えられない、うん、4、うん、私のことが好きだって分からなかった。5、タイプじゃない、うん、うわ引っ張りしてな最後。でも5がスッキリするかも。まあスッキリ具合で言ったらそう、うん、そうですね。そうだね、5が一番な気がしますね。でもちょっとそう言われたらさ、男性もさ、なんかちょっとそれから冷たくなっちゃったりとかさ、関係がちょっと冷えたりしません？いやでもね、1から4も冷えそうですよ。関係的にはだって私のことが好きだって分からなかったはさ、うん、あ、分からなかったならしょうがないねってなるよ。ならないよ、ならない。そうそうそう、じゃあ今好きだから付き合いましょうってなるでしょう。そうだね。なんかまあみんなもね、ちょっとあのね、断り方皆さん何かあったらいいなと思ったのが、うん、2つおって、あの、運命は誰にもわからないけど今は友達でいよう、ね、これ良くない。この先はわかんないよっていう、この先は期待も持たせつつ、小説家ですか、そうね、なんか作品みたいだよ ね。台本あるよね絶対ね、これ。考えてきたでしょってなる。もう一個、え、ありがとう、あなたの告白に勇気をもらいました、うん、っていうのが、あ、自己完結するね。ほいで、ほいでっていうのは、ほいでだけどな、結論はってなるよね。え、でも言い方ですよね、その、うん、言ってる内容よりも、ね、言い方、気持ちが伝われば多分確かに。あと言う人にもよりますよね、キャラクター性とか、ね、うん、私がこう耳つけて言ってたらなんかなんとかなりそう。耳ぶんどるよ。真剣に聞け。まあ皆さんもいいね、告白ライフをエンジョイしてください。はい、以上、いい、ね、星住美花の気になる男女関係のコーナーでした。よいしょ、これ素敵でしたね。素敵だね。断り方というのは斬新でしたね、なかなか、ね、ちゃんと気になるところだったわ、うんうん、素晴らしいわ。はい、じゃあ次のコーナー行ってみよう。さあ、それではノンカロリーもちょっとね、企画持ってきたんで行きたいと思います。題して、はい、合わせて俳句よー、ありがとうございます。すごい、ここありがとうございます。ここだけそう、ありがとうございます。ぴったりぴったり。はい、このコーナーですね、はい、僕たち MC 陣のチーム力っていうのを試そうというような感じになっております。4人で集まったの初ですもんね、この MC が。
はい、ルールは簡単です。みんなで俳句を作ろうという、いやいいねものになってまして、これからですね皆さんには、各句を担当していただきます。はい、はい、で、俳句といったら五七五なんですけども、僕はお題をねこう出すので、それに、合っている沿っている内容で、自分の句を担当してくださいっていうような感じです。なるほど、はい、で最後にみんなでせーので五七五読み上げます、はい、それで、成り立ってれば、クリアというような感じになってます。はい、はい、で、ノンカロリーの企画ですので、ちょっとね、ルール一つ追加します。お、はい、食べ物飲み物は絶対に入れましょうっていう、俳句の中に入れましょう、はい、じゃあ誰か一人は書かなきゃいけないんですか。だけどもうそこは打ち合わせなしだから、みんな書く可能性もあるし、うん、ない可能性もあるし、これ被ったらアウトとかあります。あ、でもとりあえず成り立ってたらいいよ、ね、最低一つは入れましょうだから。え、その誰がその成り立ってるか判断するんですか。私です。あら、あなたですか。ということで私が、ね、お題を出して私が、審査したいと思います。はい、ではまずね早速いきたいと思います。この時期にあったねお題持ってきました。はい、お題はこちら、じゃじゃん、運動会。運動会、みんな運動会シーズン。運動会、はい、そうです。まあ、今日なんか運動会日和でしたよね。ね、土曜日です。運動会にこう沿ったような熱中症やばいけど内容をね皆さんちょっとね書いてください。じゃあそれでは早速書いてください。とね、運動会ですね。星住さんが5、頭の5、上の句の5、はい、で谷尾くん7で、最後田中さんが下の句の5、6、まあまあ字余りもね、まあ、風情があっていいかな。運動会で飲み物食べ物、運動会どんな競技するんでしょうね。今みんな運動会です。運動会、はい、やっていきたいと思います、ね、え、運動会はまあいい思い出ないな。そんなに今これシンキングタイムですから ね、シンキングタイム。書いた。あ、いいですね。運動音痴だったんでね僕。じゃあ星積さんが頭の5を担当します、で谷尾くんが真ん中7を担当する、一番最後田中さんが下の5を担当する、ような感じになってますけども、運動会にね、ちゃんと沿った俳句がもう皆さん日本人ですから、まあね、そうだよね。星積さんも一応日本人ですもんね。はい、ジャパン、ジャパン、ジャパン、英語で話すみたいな感じになりますけども、はい、そう、みんなね、やっぱ俳句は通らないといけないもんだと思います。そうそう、日本の心だからね。そうですよね。いや、どうでしょうか、いけそうだったらちょっとね、かな、行きたいと思いますけど。皆さんも俳句作ってみてくださいね。よっしゃ、じゃあ、自分発表していくんですけど、発表するとき、こう画面に向けて、読み上げてください。あ、はい、はい。じゃあ、それでは行きたいと思います。はい。あ、私から。はい。駆け巡る。おい、PTA もお稲荷さん。なんでめちゃめちゃいいんじゃない。駆け巡る PTA もお稲荷さん。ご飯の時はお稲荷さんみんな食べるよね。なるほどね。どう、なるほど、急いで食べに行くっていうね。あとさ、ごめんなさいごめんなさい、駆け巡る PTA の運動会って何なの。あれはいろんなことがあるやん。 PTA さんすごいじゃん。なんで PTA 出してきた。まあでも PTA もそうだよ。例えばそのもん、ね、そうそうそう、運動会のプログラムの中に PTA さんたちがやる種目あるかもしれないけど。ありますよね。親御さんと一緒に走るよね。そうだね、そもそもね、あの親御さんだったりとかするんでね、ちゃんと1個しか入ってないんでね、食べ物。そうだね、ちゃんと1個でした。うん、ね、よかった。まあ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 、まあ、ちゃんとでもなんか面白さもあったし、よかったね。じゃあこの、俳句ですけども、点数は、お、はい、80点。何点満点や。何点満点。いや、まあでもちゃんと100点満点中の80点じゃないですか、これは。ね、80点か。もうね、それで80ってもうハードル上がるで。じゃああと1回いこうかな、ちょっとだってね。そうか、もうちょっとパッといきますけども、じゃあ次はね、やっぱりね、ジューブライトっていうのもあったんで、結婚。結婚、なるほど。結婚でいきましょう。はい、結婚でご飯飲み物ね。また私が髪の毛でいいの。そうで、じゃあ逆にしましょうか。うん、こう、谷尾くんはシチーズ。あ、違う。え、そうなの。じゃあ田中が5ね。田中が5。5、7、5でいいんじゃないですか。田中が5。田中が5。5、7、5でいいんじゃないですか。あ、いいよ、じゃあ5、7、5にしましょう。小泉さん7。で、最後谷尾くんが5。うん、いいですね。はい、いきましょう。はい。じゃあ行こう行こう行こう。ちょっとパッと、ちょっとパッとっていけるか。結婚したことないのに。結婚ね。結婚です。6月の結婚です。僕は今アイノリみたいになってます。わかるかな、みんなアイノリ。世代が違うよね。今令和ですから。令和ですよ。できた。はい、じゃあ行きたい。言葉出てこんな。言葉出てこない。お、田中。言葉出てこない。田中ガム文字だ。泉さんね、田中がハマったらしい。田中。田中ハマってる。おい、田中がハマってる。田中。山ねえみたいな。ガム文字だぞ。OK。行きたオッケー、行くよ、行こう、まだかな。
よっしゃ、じゃあ結婚の準備できたと思うので、うん、はい、行きたいと思います。よ、はい、それでは発表します。うん、はい。田中さん、うんうん、この先ずっとライスシャワー。何？何？ライスシャワー。すごいね。え、お題これやで。ね、結婚だよ。結婚があるんでしょ、ライスシャワー。何これ素晴らしい。いや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 、まあ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 、この点数はですね、はい、30点、結構良かった、結構良かったよ。結婚といえばでさ、一番最初の句田中さんなん、田中さんです。確かに、まあまあまあ、まあ、限定しすぎてるんだよな。まあでもちょっと楽しかったかなっていうところで、うん、これはね、はい、ね、みんなでまたねやりたいなと思います、うん、面白かったです、はい、以上ノンカロリーのコーナーでした。イエーイ。それではここで1曲聴いてください。ロドでスタートラインです。どうぞ。なのでスタートラインを聞いていただきました。こちらの曲は各種配信サイトで視聴やダウンロードができますので、ぜひチェックしてください。はい、はい、本日も素敵なゲストにお越しいただいてます、うん、ゲストの水木優さんです。はい、水木優です。イエーイ、よろしくお願いします。こんにちは。こんにちは。そういうのがあるですね。わらびです、わらび。すごいですね。あ、すごい。出身がね、わらびだから漢字を皆さんに覚えてきた、いただきたい。コメントもいっぱい来てるんですよ。ずっと。ありがとうございます。こんにちは、わらび、こんにちは、わらび。プロフィールをご紹介しましょうか。はい、じゃあプロフィール読ませていただきます。はい、水木優さん、埼玉県わらび市出身。テンガロンハットにミニスカートの入れ立ちで衝撃的なデビューを果たした演歌歌手。2008年9月3日にあっぱれジャパンを発売。また、親善大使として、わらび市 PR 大使、岩手県三陸大船渡ふるさと大使、千葉県一宮ふるさと大使、千葉県鴨川ふるさと大使、そしてラオス人民共和国親善大使など幅広く活動しており、2022年5月11日には、ふるさとへ向かう列車に乗りながら、大切な家族や愛する人へ思いを馳せる望郷歌、望郷列車ふるさとを訪ねて、海の恋女房を発売されました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。素晴らしい。
ありがとうございました。ありがとうございます。評価いただいた。ね、拍手してます。ありがとうございます。ファンの方からね、メッセージもいただいてるみたいな。そうですね。メッセージいただいてるのでちょっと読み上げたいと思います。はい。ニックネーム三陸大船渡さんですね。男性40歳の方です。40代の方ですね。はい。パーソナリティの星住美花さん、ノンカロリーさん、谷尾くん、こんにちは。こんにちは。ゲストにトクマジャパンより水木優さん出演されるとのことでメッセージ送りますと。ありがとうございます。2番組連続聞きますね。ぜひお願いします。優さんへ、コロナ禍から第5類へ移行し、声出し応援もだんだんとできるようになり、有観客でのイベントがたくさんできて嬉しい限りです。なかなかイベント行けない中ですが、夏には船の舞台でのステージ楽しみに待ってます。待っててください。コロナ禍で発売した望郷列車ふるさとを訪ねて、はい、海の恋の女房をたくさんの皆様に可愛がってくださるように期待しております。はい、頑張れゆうちゃん。頑張ります。ありがとうございます。メッセージですね。ね、嬉しい、ね。嬉しい。ありがとうございます。素敵なファンの方々ですね、本当に。ね、いや、本当あの岩手県大船渡、うん、私のふるさと大使もさせていただいてるんですけど、うん、やっとこうやっぱりコロナの中で、うん、ずっと行けなかったんですね、うん、はい、で今年8月にあの大きなお祭りがありまして、はいはい、そこにやっと帰れることができましたので、待ってくださってる。なんか船のステージなんですか？そうなんですよ、あの夏祭りがありまして、船の上で歌うんです。ステージが船なんですよ。すごい涼しそう。そうなんです、とても気持ちいいです、ね、船酔いとかしないんですか？あ、全然大きいので、もう全く揺れもなく、そこで海の恋女房歌ってまいります。あ、いいですね、風情がありますね、はい、そうですね、メッセージありがとうございました。ありがとうございます。ね、そんな曲気になりますね、恋女房、ぜひ。あ、恋女房じゃない。それまたいつかどっかでね、皆さんに聞いていただきたいと思います。そうですね。それではここでゲストの水木優さんに曲紹介をお願いしたいと思います。はい、今頑張っています。コロナの中で皆様、窮屈な生活が続いてたと思いますが、大切な人を思い、このふるさとを思ったりしてしながら聞いていただきたい、そんな一曲です。今頑張っています。水木優の望郷列車ふるさとを訪ねて、どうぞお聞きください。
はい、お聞きいただいたのは、水木優さんで望郷列車ふるさとを訪ねてでした。はい、ありがとうございました。フルコーラスすごいですね。なかなかないですよ。流せちゃいました。嬉しい。でも、ね、YouTube の方では聞こえてないからね。そうか、そう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 、そうでしたね。曲をね購入して聞いていただければと思います。ぜひ聞いてください。いい曲です。本当にでもミュージックビデオも YouTube の方にアップロードされてますよね。はい、そうです。そっちぜひ見てください。水木優さんってね、美しい月の優しいですっていう、すごい綺麗な名前はね。本当に名前は、いや名前は、いや名前はじゃないですよ。よく名前負けしてるって言われるから。そんなことない。全然お綺麗です。優しさの塊というか。優しさ、そうです。ビューティフルムーンで ね、 ねビューティフルムーン素晴らしい。優しいんですよ。海外進出のお名前をどうやって決められたんですか？これは水木っていうのはちょっと前に活動してて、はい、下の名前が水木だったんですけど、うん、それを上に持ってきたんですね。で、美しい月っていう風にしたんですけど、優、はい、っていう字は父の名前でありまして、うん、マサルっていうんですよ。あ、なるほど。うちもそうです。うちの父親もそうです。マサルさん、です。あら、マサル。もううち亡くなっちゃったんですけど、はい、はい、もうその元気なうちにこう父と一緒に夢を叶えようってことで、父も歌が好きで、うん、はい、はい、だったので、ゆうって、お、マサルさんですか？マサルです。マサル、お、マサルさん。マサルって。すごい、すごいですよね。素敵なエピソードですね。そうなんですよ。それで水木優にしまして。お父様のね、うん、夢も背負って、うん、活動されてるんですね。すごい。それ応援したくなりますね。なるね。いや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 。今日ね、スタジオの外にもたくさん応援に来てくださってて。熱いのにありがとうございます。ちびっこちゃんも、お姉ちゃんたちもありがとう。コメントでも、ゆうちゃんとか。ね。こんにちはラビーとか。よっちゃんお疲れ様ってきてますよ。あ、お疲れ様。よっちゃん、こっちの中でね、あの話するんですよ、はい、皆さん。そうそうそう、ですか。こういう中で話しちゃってね、関係ないんですよ。おもろいですね。水木さんはいろいろなところでライブされてると思うんですけども、うん、はい、海外でもされるんですか？あ、そうなんですよ。ふるさと大使というか親善大使に先ほどもお話しくださったんですけど、はい、ラオス親善大使に、うん、ラオス人民主共和国、うん、はい、はい、の親善大使いただきまして、うん、でラオスに、まあ、コロナ前ですけど2回ほどお邪魔して、うん、あのサンプラザ中野くん走る走るの、うん、はいはい、一緒に行ったりと、はい、ジャパンフェスティバルっていうのが向こうでありまして、ジャパンフェスティバルか、そう、向こうで日本のことを伝えてくるようなフェスティバル、はい、そこにも出演させていただいたり。ラオスって結構日本文化に馴染みがある国なんですか？うんうん、日本、まあそうですね、日系の方とかもいらっしゃるんですけど、はい、あのまだまだまだ発展途上なので、はい、日本の百何年ぐらい前とか、あ、そうなんですね、うん、そんな感じですね、まだ、なるほど、はい、へ、進行はあるんですね、ちゃんと日本、そうです、で、あのもう終わってしまったんですけど、5月の終わりの同日にですね、はい、あのラオスフェスティバルというのが代々木公園でよくあのベトナムとか、うん、タイフェスとかある、うん、それにラオスフェスティバルっていうのが、うん、はいはい、4年ぶりに開催されまして、すごかったです。その演歌の和の心っていうのは伝わるんですか？あのそうですね、まあ、着物着て、はい、やっぱりこう日本人なので、うん、お着物で歌わせていただくとやっぱり和ってくるのもあるんですけど、うん、ラオス語で歌ってたんですよ。ラオス語で、はい、すごい。ラオスに行くときに、全然わかんないです。そう、わかんないです。私もそんなに全然わかんないです。すごい。ラオスに行くときに覚えて、はいはい、でラオスフェスティバル2日間出演させていただくんですけど、そこでもあのカタカナ覚えました。ちょっと気になる、一節ちょっと一節はい、ハオダイクンロファイジャファジャサワニエンカンソンチャーとか言って、全然全く分かんないですよ。すごい。いや、ただあの、ありがとうっていうのがコウブチャイライライっていうとか、コウブチャイライチャララとか、なんかそんな感じなんですよ。コウブチャイとかサバエディとか、なんか向こうからして嬉しいですよね、その母国語で歌ってくれた。でも、うん、それが、ね、分かるかどうかですよね、本当に。あ、そうですか、うん、なんか通じてんのかなとか、まあ、勝手にカタカナ並べてるだけなの、こっち。いやいやいや、でも、ね、やっぱり喋ってくれるっていうのがね、やっぱ嬉しいですよ ね、そうですよね、日本、うん、ね、日本語でありがとうとか言われるのも嬉しいですし、ね、嬉しいですね、本当に、ね。で、言葉分からなくてもやっぱ気持ちがこもってたら伝わりますもんね、うん、本当ですか、はい、そういう風に思っていただければ頑張りましたから、うん、頑張りました頑張りました、頑張りました、ね、ラオスでも頑張りました頑張りましたから頑張りました、はい、じゃあもうちょっと片足突っ込んじゃってましたけど、ここからさらに水木優さんを深掘り、はい、水木優さんへの質問コーナー、よいしょー、柔らかに、はい、
はい、はい、田中さんなんかありますか。田中さん怖い。田中さん質問ありますか。僕演歌歌ってる方に毎回思うんですけど、はい、例えばプライベートでカラオケ行った時に、はい、その J-POP、うんうん、演歌じゃないのって歌われるんですか。あ、歌いますよ。出ちゃうんですか、拳とか。あ、出ますね。で、そうで、友達、昔は友達と、まあ、中学生ぐらいからもう、まあ、ほんとちっちゃい時から演歌を歌ってたんですけど、うん、ちょっと途中恥ずかしくて封印してた時があったんですよ。そう、やっぱなんかみんな違うのに、なんかこう一人だけ演歌で渋いって言われて、ちょっとなんかいじめに遭いそうじゃないですか。あいじめのはね、そうなんでやめたことがあって封印してたんですよ。もったいない、そう家だけでね、で、あのカラオケとか行くと行って、まああえてこう付き合いですよね、ポップスでしかも昔のとか、いやなんか、え、拳回っていくからとか言われます。いや聞きたいな、それも演歌バージョンかよみたいな。その拳っていつぐらいからその扱えるようになったんですか。いやでも分かんないです私は。いつの間にか、はい、もう、あの本当に今外にいるお姉ちゃんぐらいの時から、誰だなんだ、お姉ちゃんぐらいちっちゃいね、そうぐらいから、拳は多分なかったと思うんですけど、父の影響でやっぱあの兄弟船とか渡したんですよ。へー、小林一郎さんの。そうなんで、まあなんか楽しく歌ってたので、うまく歌おうとか拳とかそういうの何も考えずに歌ってたんですけど、まあ、いつの間にかなんだかコロコロしてんなみたいな。コロコロしちゃったんだ。なんかコロコロしました。いつの間にかなんだかコロコロした。そう、多分なんか先輩方のやっぱ演歌が好きで聴いてるうちに真似してるからじゃないですかね。なるほど。あ、でもそうかもしれないですね。と思いますよ。子供の頃ってやっぱ吸収力もすごいですもんね。多分ね、そうだと思いますね。しかも浪せずにあの、取得したんですね。多分そんな感じだと思うんですよね。いつの間にかなんか、あ、回るじゃんみたいになってましたね。あ、天才だ。それが今、いやいや、それが今取れなくなっちゃってどうしようって感じ。いやいや、それが今こうやってお仕事になってるわけですから。出ちゃう。出ちゃう。素晴らしい。出ちゃうんですよ。可愛らしさに出ますね。いやですよ、もう。いや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 。なんかね、童謡とか歌ってんのにゴリってなっちゃう。あ、いやいや、あ、いいじゃないですか、童謡とか。童謡ね、だって童謡はもうのっぺらに歌わなきゃいけないんですけど、なんかこう気を抜いてるとコロってね、演歌バージョン。いやもうぜひ水木さんのヒップホップ聞きたいですね。おラッシュとかどう歌うんだろうって。ファンクとかロックとかもね、逆に映えそうですよね。演歌ラップ。もう拳入れちゃっていいですか。全然入れてください。ガン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 。じゃあちょっと安心して歌えるかもしれない。聞きたいな。じゃあテンガロンハットにミニスカート。そう、それ気になった。そう、あのデビューの時が2008年9月3日なんですけど、その時はテンガロンハットミニスカートブーツでアイドルのような感じで、あれですよね、アイドル、あ、そうそうそうです。あれがすごい綺麗、見せてくださってるファンの方がいる。若々しい時、すごい若い、綺麗ですね。今も若いですね。そうなんです。その時はなんかキャッチコピーみたいなあったんですか。ね、やる気元気水木優です。どっかで聞いたことある。どっかで聞いたことある。水木優以外は知ってた。今のキャッチコピーってあるんですか。いやもう今とりあえずそのままで、あのやる気元気ちょっと封印してますけどね。そんな年じゃないだろうって。いや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 、変わらないですよ。なんかでもパワフルボイスみたいなことは言われてるので、ちょっとたまにそういうのをくっつけたりとかしてますけど、まあなんか当時はまだ若々しくてですね、あの演歌でもこういう衣装着ていいだろうっていうふうに思ったんですよ。で自分でイメージしてこうデザインして作ってもらって、でああいう感じになったんですよ。あ、セルフプロデュースだったんですね、あのご衣装は。そうです、そうです。でなんかアイドルに憧れる時期ってあるじゃないですか。あります。男性陣に、ね、あるじゃないですか。ありましたよ、僕も。ありますか。ありました。あったかい。そうか、ジャニーズとか今でもなんかもうキラキラの着たりとか ね、あるじゃないですか。私もありましてね。はい、なんでなんかアイドルのような格好したいなって思ったんで、もう使用化です、私物化ですね。私物化した感じね。私物化の形ですね、あれは。それ演歌ファンの方の、はい、なんで反応ってどうだったんですか。ハットのミニスカート。そうですね、微妙でした。微妙なんですか。そういないからこそ最初はちょっとあれって思われるわけですね。なんかやっぱりどうでしょうね、演歌っていうと着物かドレスっていうイメージがあって、で歌はド演歌なんですよ。そうするとやっぱりおばさま方とか着物を歌って、あ、着物を着てね、歌いなさいとか。はい、そうなんですね。厳しいお言葉いっぱい出てきましたね。でもインパクトはありますよね。それなんですよ。デビューだったんでインパクトを台に出そうということで、その当時あの
の外国人演歌歌手のゼロさんって言ってました、はいはいはい、一緒にデビューしたのでデビュー年が、はい、なので、若い人の演歌ブームもありましたよね。あ、そうですそうです、氷川きよしさんとか、さくらまやさんとか、あ、そうそうそう、そうなんです。そこであのクイズヘキサゴンとかにも出していただいたんですよ。あ、今ないんですけど、はい、うん、そんな感じでこう話題にはしていただいたんですね、はい、だからつかみは OK、うん、なるほどえつかみは OK しました。へー、よかったです。でそこからまあだんだん年もね、あの重ねていって、うん、はい、お着物に今は歌ってんです、お着物で、うん、なるほど、はい、お着物で歌ってる。え、水木さんのなんか音楽を通して伝えたい思いとかってあるんですか？私はでも今この曲をいただいて聞、ね、あの聞いてくださったんですけど、うん、はい、やっぱりこう辛い時期ってすごい今特にあって、はい、あのコロナで、うん、やっぱりこう私たち歌い手は皆さんを集めてこその仕事じゃないですか、うん、で本当にこう謹慎みたいな、うん、全部が中止になったり、うん、なったので、うん、こう本当に今歌えることの幸せをかみしめてるんですね、うん、はい、それでこの歌にを通してはこう大切なふるさとだったり家族だったり友達をね皆さんにこう、うん、思っていただけるそういう役目になれればと思いながら、そして私がその先ほど父の名前も出ましたけど、うん、両親が亡くなってしまったんですよ、はい、はい、うん、先に母で父が2年前で、うん、なのでなんかそういうなんていうんですかね、皆様から元気もいただいたり、うん、はい、こっちも皆さんからもうパワーもらってるよっていう風に言っていただいてるので、うん、なんかこう相乗効果じゃないですけどね、うんうん、なんか本当にそういう思いでいつも歌わせてもらってます、うん、今は。そっか、水木さん、うん、応援してくださってる方からもパワーをいただいてて、あ、そうです、ね、水木さんもみんなのパワーになってたりして、うん、ね、どうなってんのか分かんないですけど、ワンフォアオールですよね。あ、そうですよ、素敵な感じ、素晴らしい、ね、うん、本当私の居場所になってますから、うん、ステージって、はい、だからそこに皆さんがいてくださって歌えることも多いので、うん、素敵、うん、いや本当にお客様は神様ですから ね、 ね、そうですね、僕らも大切にして、大切にしましょうね、大切にしていきましょう、はい、本当に、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、以上質問コーナーでした。よいしょ、イエーイ、はい、水木優さん、ここからは告知のコーナーになるんですけども、はい、何か告知ってありますか？はい、はい、いいんですかね、じゃあ、はい、明日なんですけれども、うん、はい、明日、まあ、埼玉県東松山市というところにピオニーウォーク東松山さんというところがございます、うん、はい、そこでですね1時30分からキャンペーンになっております、はい、私の後は真田直樹さんですので、真田直樹さん、はい、ぜひね、うん、ご覧いただけたらなと思います、はい、そして6月19日次の月曜日です、うん、埼玉県吉川市イオンタウン吉川南さんにて、こちらも15時からキャンペーンを行います。はい、ぜひ来てください、はい、あとですねちょっと、日にち離れますが6月26日月曜日です、はい、八王子の、タワーレコードさんにて、うん、キャンペーン12時30分から行います。はい、うん、皆さんぜひチェックしてください、はい、お願いします。あとホームページですね、はい、はい、あ、ホームページにもね、あの詳しくまだ7月の分などもありますので、はい、よかったらお近くの際に遊びに来てください。はい、あと Facebook、Twitter、アメブロなども更新されてるので、うん、ぜひチェックしてください。お願いします、はい、お願いします、お願いします。はい、ではここからは番組からのお知らせです。当番組では皆様からの質問感想をどしどし受け付けております。はい、いただいたメッセージや質問は番組内でご紹介させていただきます。 FM サルースホームページの番組メールフォーム、サタバンチームシード公式ツイッターのリプや DM、 そして生放送中に受け付けている YouTube ライブ配信でのコメントもどしどしお待ちしております。はい、ということで本日のサタデーバンドフィーバーはここまでとなります。はい、はい、次回ゲストはですね元クラスの日浦孝則さんです。はい、お楽しみに、お楽しみに。水木優さん、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。番組の感想一言いただいていいでしょうか？はい、もうチャットもたくさんありがとうございました、はい、うんうんね、チャットすごいですよ。そう、いっぱい来てくださってました、ね、うん、またね、うん、ね、いっぱい、はい、引き続きよろしくお願いいたします。お願いします。明日松山へ新幹線で行くよって、遠いところから ね、 ね、すごい、お疲れ様でした。もありがとうございます。皆さん本当ありがとうございます。そして外でご観覧の皆さんありがとうございました。ありがとうございました。楽しかったです。お昼を彩るサタデーバンドフィーバー、本日は水木優さんとコネクトしてお届けしました。はい、水木優さんありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。来週もお楽しみに。 See you next time。 バイバイ、バイバイ、ありがとう。